733系電車は北海道旅客鉄道が2012年に導入した通勤系交流電車である。1996年から運用されている731系電車の設計コンセプトを基本として、その後の新技術の導入やユニバーサルデザインバリアフリー対応の要求を満たすために仕様の変更が行われている。札幌近郊の普通列車に使用される 基本番台と、主に快速、エアポートに使用される3000番台、さらに、函館近郊の北海道新幹線アクセス列車、函館ライナーに使用される1000番台がある。2012年に計画されていた、殺傷線の総延駅北海道医療大学駅間電化開業に合わせ、札幌都市圏の輸送力増強を目的に登場した車両である。JR 北海道では、 2010年にアルミニウム合金製車体の状態を検証する目的で735系電車を製造しており2年間の試運転を経て問題がないことは確認されていた。しかしアルミニウム合金製の車体の本格的な導入については長期的に運用した上で検討する方向性となり実績のあるステンレス車体での増備を行っていくことになった。 形式称号は731系の設計思想を踏襲した車両として結番となっていた733系とした。2014年5月14日には JR 北海道が参次車として快速エアポート用の3000番台をご編成装備すると発表した。新たに SAH 733型が新形式として登場したか、 客室照明はすべて LED 照明となり、デッキを廃止して、ステップレス化により、通路が広くなった。また、全閉式主電動機の採用により、外部からの雪を分離して、主電動機冷却用の冷却風を送り込んでいた、雪切れ室がなくなり、乗車定員が721系と比較して8%増加した。座席が721系電車の転換式。 クロスシートから、肩持ち式、ロングシートに変更されたほか、4号車のサハ733-3200は、回転式、リクライニングシートを備えた、指定席、U シートとなっている。同年7月中旬から11月下旬にかけて、順次投入され、快速、エアポート用車両の4割が本系列に置き換えられた。2014年11月20日には、JR 北海道が、 函館駅から新函館北斗駅間のアクセス列車、函館ライナー用として、1000番台を4、編成増備すると発表された。車両の外観、性能、搭載機器は、札幌県で運用されている0.3000番台と同じだが、コンセプトを、新幹線と連携、一体感と函館らしさ、北海道らしさとしているため、外装と内装に一部変更が行われており、 外装は、車体の側面用部と前面のラインカラーをパープルに変更するともに、コーポレートカラーのライトグリーンを、車体の側面用部のパープルの下に帯で配置している。内装は、北海道の豊かな自然と、函館の異国情緒をイメージし、上降口付近と車両の妻面の妻壁を、木目調、客室扉の車内側を、レンガ色、優先席を除いた座席もトを、 北海道の自然をイメージさせるグリーンとしている。2015年秋から順次落成し、2016年3月26日の北海道新幹線新青森駅から新函館北斗駅間開業に合わせて営業運転を開始した。側面種別、行き先表示器側面種別、行き先表示器区間快速で表示される、から普通は従来通り日本語表示のみとなっている。 以下、突起ない限り、基本。バンダイ登場時の使用について述べる。側面種別行き先表示器快速エアポート側面種別行き先表示器快速エアポート。区派七百三十三型は車体長二万千二百ミリメートル、全長は二万千六百七十ミリメートル。モ派七百三十三型は車体長二万八百ミリメートル、全長二万千三百ミリメートルで。 いずれも構え体をステンレス製とし、731系より側面強度を向上させた。外反と骨組みは川崎重工業のフェイスと呼ばれる車体構造を採用している。車体幅は731系、735系の2 8 0 0ト、mm、ルより拡大した2 8 9 2ト、mm、ルとした。また、客室部分の床面高さは工述の 小型車輪採用等により731系の 1150mm より 100mm 低い 1050mm とし、札幌都市圏での標準的な駅ホームとの段差を 130mm に抑えた。ただし既存の車両と連結できるように貫通路部分の床面高さは731系などと同一の 1200mm となったため、運転台通路部分にスロープを設けている。 戦闘部は731系、735系と同様の形状で同様にこの箇所のみ鋼鉄製とした。戦闘部ホロ柱、後体角、運転席周囲の骨組み、運転席後部、クラッシャブルゾーンについては731系、735系からさらに強化を図った。貫通ホロは731系で採用された。 自動ホロ装置は採用せず、735系、同様に721系のフォロワーをベースに、アルミニウム合金製とした、通常のフォロワーを採用した。側面客用扉は配置、幅ともに731系を踏襲し、各車両とも片側3箇所に片引き式、有効開口幅 1150mm のものを設けた。 高さは731系より 20mm、高くした 1870mm とした。客室側面窓はすべて固定窓で、陶器の破損防止等を目的に、ポリカーボネート板とガラスの服装ユニット窓としている。床下には、着雪量減少のため機器や配管は露出しないよう、機器箱管をステンレス製の塞ぎ板で覆う、床下機器カバーを採用している。 外装デザインは、車体側面を無塗装とし、正面と側面に JR 北海道のコーポレートカラーであるライトグリーンの帯を入れたほか、側面窓の間は連続窓に見えるように黒色に塗装した。前面、側面とも、種別、行き先表示器は三色 LED 式で、日本語の他英語表示も可能である。2013年度に増備された。 B-113、e、編成からはフルカラー LED 式に変更されている。全照灯は HID ランプとシールドビームを併設、後部標識灯は LED 式である。車両内部座席は3000番内の U シート車を除き、片持ち式、ロングシートで座席のモケットは北海道の草原をイメージした緑色系、優先席はオレンジ色の表皮を使用した。 座席の座面と、せずりでモケットを変え、背ずり部分では草原に咲く花をイメージしたドットを配している。車内の配色は、腰板と天井は明るいグレーを基調とし、非常通報装置、非常灯、消火器などは赤色、乗降用扉は黄色、トイレの扉は水色とすることによって、色によって設備の機能を識別できるようにした。車内照明は、 初期に製造された車両は蛍光灯であったが2014年度までに全て LED 照明に交換された。1000番台、3000番台は製造当初より LED 照明となっている。客用扉の半自動扱い動機の操作ボタンは735系と同様に視認性の高いデザインとしているほか、カモイブには開閉確認ランプを設置し、 客用扉の開閉時にドアチャイムの明動と連動して点滅する。このほか扉横と上部に外ブレーキの流入を抑制させる目的でエアカー店を設置している。トイレは車椅子対応として731系や735系よりもさらにスペースを拡大したもので内部の空間を確保するため扉を局面としたほかおむつ交換台を設けた。主要機器については 電動車の模波733型へ集中搭載している。河川電圧の交流2万類は、主変圧器により、交流 900V に高圧した上で、PWM コンバータに入力され、直流 1800V 程度に変換された後、VVVF インバータにより参照交流に変換し、カゴ形参照誘導電動機を制御する。 主変圧器は二次巻線を二つと三次巻線を一つとした構成で、冷却方式は、騒音、振動低減のメリットがある走行風事例式である。モハ733から101モハ733から108は、三菱電気製の NTM-133 から1案型、モハ733から109モハ733から112は、 東芝製の NTM-133 から2、a 型を搭載する。主変換装置は3レベル変調単装、電圧型 PWM 制御コンバータプラス2レベル、変調3小電圧型 PWM 制御イベット、VVVF インバータ制御方式を採用、1機の主変換装置で、主電動機2台を制御するユニットを1群とし、これを2群とした構成としている。 七百733から101七百733から108は、日立製作所製の NCI-733 から1系モハ七百733から109七百733から112は、三菱電機製の NCI-733 から2型を搭載する。主電動機は1時間定格出力2 3 0ットの NMT731A 型。 カゴカタチ3小誘導電動機を採用した。この主電動機は731系以降に登場した JR 北海道の電車で採用されている NMT731 系の固定子の配線を変更したものである。冷却方式は強制空冷式であるが、冷却風は電動車の車端部の2位側と3位側に設置された雪切れ室で、 車体外販に設けられたルーバーから、送風機により外気を取り込み、風道を経由して供給される方式が採用されている。これは、北海道など豪雪地帯用の電車に共通の特殊なものであるが、10003000番台では、全閉式主電動機の採用により、主電動機内部のファンで内部の空気を循環させ、熱交換機により外気と、 熱交換する方式に変更されたため、車端部に設置されていた雪切れ室がなくなり、それに伴って客室スペースが拡大され、送風機などの装置とダクトの撤去により、重量の削減が図られている。補助電源装置は、コンバータ・インバータで構成される静止型を採用しており、主変圧器の三島機線からの交流電源により、直流と交流を出力して、車両の制御、 補助回路への給電と蓄電池への充電を行う。また、コンバータ部では、ダイオードブリッジ整流、イベット直波制御により、直流電源を出力するようにしている。制動装置は、回生ブレーキ併用電気指令式、空気ブレーキで、速度が時速 0km まで電気ブレーキが有効となる、全電気ブレーキ機能を有する。終電装置は、 シングルアーム式の NPS785 型を搭載した。空調装置は集中式の NAU733 型を屋根状に一機搭載する。冷暖房兼用で冷房能力は3 4 9キロワット暖房能力は2 0ットである。このほか座席下に吊り下げ式電気暖房器を設置している。運転室は731系と同様の 高運転台構造で、機器配置も731系と同様である。主管制御機には、721系以降、採用実績のある左手操作型ワンハンドル式が採用された。助手席前面窓と貫通路の窓には、ポリカーボネートの表面を導電体として、通電すると発熱する仕組みとした、発熱ポリカーボネートを採用した。なお、 7 3 3系では7 3 1系と同一の車体構造を有する2 0 1系機動車との連結、協調運転は行わないことから7 3 1系のように機動車と連結するための機器は搭載していない。電動台車付随台車台車は軸量式軸箱指示方式ボルスタレス台車で電動台車が NDT733 型。 付随台車は NTR733 型である。どちらも車体の低照化に伴い、空気バネ取り付け位置を低くするため、弓型台車枠としたほか、車輪計 810mm の小型車輪を使用した。基礎制動装置は JR 北海道の電車では初めてユニットブレーキを使用したクラスプ式とした。電動台車の駆動装置は TD 継手式平行。 カルダン駆動方式で、歯車比は93、19である。編成は、効率的な運用を可能にするため、711系、721系、731系、735系と、同様の3両と、快速、エアポート用の6両で組成され、系列中に、以下の3形式が存在する。なお、制御者の向きは、函館本線を基準とする。 車内設備に関して、特に断りのない場合は、ロングシートである。B102 編成編成番号は、中間電動車、七百733型の車両番号に識別記号、B オフシ、B-101 などと表記される。B3105 編成、U シート車両基本的には6両編成だが、編成は4号車と3号車を境に2編成に、分割可能な構成となっており、 滝川、苫小前方の3両編成が3100番台、小樽方の3両編成が3200番台となっている。なお、付随者である、七百733型は本番台にのみ、連結されている。他社との並結運転はしないため、先頭車には貫通ホロを装備していないほか、乗務員室内の緊急ブレーキが設置されている席の扉は設置されていない。 車内照明に LED を採用している。主電動機は全閉式 NMT733 を採用し、機器の一部を省略することで、客室スペースの拡大が図られている。主電動機変更により、電動台車は NDT733A となっている。北海道新幹線が開業した2016年には、イメージキャラクターを務めた大谷翔平のラッピングが、 B-3106、3206編成に施された。2017年は第2弾として B-3103、3203編成にラッピングがされ、そのうち1号車は全ての広告が当キャンペーンのものとなり、床面には大谷選手の原寸大足型などが装飾されていた。また2020年7月からは3000番台の 全編成に白尾井町に開業したウッポポイの広告が普通車のドア横に貼り付けられている。b 線に編成基本的には0番台と同一だが内外装に相違点が見られる。車内照明は3000番台同様に LED を採用したが電気系統を交流系統と直流系統との2系統化することで停電発生時でも蓄電池により一部の照明は残るようにしてある。 公衆輸送中で、兵庫駅に停車中の733系電車、川崎重工業兵庫工場にて留置中の733系、電車731系と並結して、学園都市線の運用につく、基本番台快速、エアポートでの運用につく3000番台基本番台、3000番台は、全車両が札幌運転所に配置され、 札幌都市圏及びその周辺地区を中心とした一家の区間で運用されている。基本番台の運用は、基本的に721系、731系、735系と共通であり、3両あるいは3両編成2本を連結した6両編成で運転される。ただし、721系とは異なり、滝川以北への入線はなく、201系機動車との、 平結運用は731系が専用で、充当されるため、これらに絡む運用に本系列は導入されない。また、新千歳空港駅には、早朝時間帯の普通列車のみ乗り入れる。721系と平結し、小樽発千歳行普通列車の運用につく、基本番台3000番台の運用は、721系の UC と組み込み6両編成と共通である。 快速、エアポートに充当されるのは3000万台のみである。エアポート用編成の配置本数に対して、快速、エアポートの運用数は余裕があることから、終日6両編成運用を主に普通列車としても運転される。かつては、区間快速、石狩ライナーとしての運用もあったが、2020年3月14日、ダイヤ改正で廃止された。千万台は全車両が、 箱館運輸所に配置され、以下の列車で運用されている。6両で運転される列車もある。ありがとうございます。